日本サッカー協会は日本サッカーの発展飛躍そして選手を守るために存在すると思っております。伊東純也のために首を差し出すことができないトップなんていらないと思うんですけど、田島会長どうお考えですか？8年か12年かそれぐらい前ですよね。それからずっと田島会長ファミリーを日本サッカー協会で作り上げて、スポンサーにこびこびで選手を守らない人みたいな実態が明らかになったということじゃないんでしょうか。田島会長、あなたの代わりなんていくらでもいるんで、伊東純也の代わりはいません。旭日旗の使用について東京ドームで警告注意されたと。きっかけを申し上げます。アジアカップ2011、韓国のキ・ソンヨン選手がサルバネパフォーマンスをしました。旭日旗を振って応援してる人がいたと嘘の発言をして言いがかりです。日本サッカー協会は一切抗議をしてないんですよ。これ完全に憲法違反です。これを最初に許したのは日本サッカー協会の田島会長あなたなんですよ。田島名誉会長は今すぐ辞任してください。